はい、お疲れ様です。東久番でございます。今回ですね、月刊誌、リーのですね1月号で、こちらバネッサ・ブリューノの、キラキラ大人トートの紹介になります。はい、表紙は菅野美穂さんになります。はい、じゃん。はい、こういう感じです。はい、はい、バネッサ・ブリューノの、キラキラ大人トートっていう感じになります。じゃあ早速開けてみます。そうですね、月刊誌リーなんですが、トートバッグがつくのは多分久々だと思います。はい、そうですね、宝島社の雑誌ですと 大抵バッグがつくんですけど、そうですね、リーですとなかなか珍しいですね。はい、じゃん。はい、こういう感じです。はい、サイズはそうですね、大きいかなと思ったらですね、そうでもないですね。はい、こういう感じです。はい、そうですね、この辺がですね、よく見るとこう本当にキラキラ、ちょっと見にくいですかね。はい、この辺ちょっとこういう感じで見るとキラキラしてます。はい、とこちらにですね、バネッサ・ブリューノの、ロゴがついてます。中はですね、こういう感じになります。はい、こういう感じです。はい、そこはですね、マチ付きになってます。はい、と大きさはですね、そうですね、 D の本社はこういう感じでありますと、サイズ的にはこういう感じですね、サイズ的にはちょっと小さい方でしょうかね。はい、じゃあいつものですね、ペットボトルチェック行ってみたいと思います。はい、まず1本で2本、はい、3本、はい、4本、5本、6本、そうですね、だいたい6本ぐらいが限度でしょうかね。500ミリサイズのペットボトルがだいたい6本ぐらい入る大きさとなっております。そうですね、通常ですと最近そうですね、紹介しているものですと8本ぐらい入るんですけど、今回のこちらのリーのバネッサ・ブリューノのキラキラ大人トートに関しては6本っていう感じで、ちょっと小さいかもしれないですね。はい、あとそうですね、こちら持ち手の部分なんですが、こちらもちょっと短めですので、ちょっと肩掛けはちょっと厳しいですね。はい、いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。